こんにちは。ビジネスが終わりを迎える時ってどんな時かっていうと、お金がないことなんですよね。お金を稼ぐ目的以外にビジネスってのは基本的にないんですよ。あるとしてもお金を稼ぐことが一番多いです。お金が稼げるから顧客還元もできるし、社会貢献もできるし、納税もできるし、暮らしていけるんですよね。だからビジネスをやっていて、そのビジネスが壊れる時ってお金がマイナスになる時、稼げない時なんですよ。で、悲しいかな、店舗をやっても会社をやってもランニングコストがかかるんで、マイナスって絶対やってくるんですよ。しかも結構ランニングコストって上の方にあるんですよね。損益分岐点っていうんですけども、まあそうですね、毎月20万30万50万稼いでもマイナスになることって多いと思いますよね。それが唯一ならないのがインターネットを使ったビジネスなんですよ。売上が上がろうが上がらないが、コストは基本的にゼロですからね。だからマイナスにならないんで、何もかも失ってもできるんですよ。それこそね、パソコンもスマホもなくなりましたとかね、電気代も払えませんってことになったら、これゲームオーバーですけども、そういう時はぜひね、自分の知人とか親戚縁者に頼って居候させてもらってください、3ヶ月でも。そんな状況にはなってないと思うんですよ。そんな状況にはならないと思うんですよ、だってその前に手が打てるじゃないですか、今なら。だから私はインターネットを使ったビジネスをやった方がいいと思いますし、少なくともどっかに勤めてる以上、その勤め先っていうのはこのコストをかけてる経営やってると思うんですよ。つまりは倒産にもうスレスレなんですよね。いつも崖っぷちです。どんな会社も資金的にマイナスになる可能性あるからなんですよ。でもインターネットを使ったビジネスってどこまでやってもマイナスになる可能性がないですからね、まあ、ですので会社をクビになってもできるんですよ。でもインターネットクビになっても会社に勤めるかどうかって言ったら分かんないですよね。この不可逆性ですよ。もうなんか本業が忙しくなってきたんでネットビジネスできませんみたいなこと言いますけども、おかしな話なんですよ。いや、本業は持ってもいいけども、どうなんでしょうかね。じゃあその本業が嫌でインターネットの世界に来たのに、なんで本業が忙しくなった時に本業に行っちゃうんだってことですよ。本業が忙しくなったんだったら、これ幸いとばかりに、いや、こっちのインターネットのビジネスで時間取られるの嫌だから忙しくなるビジネスいりませんってやった方が人生の残り時間増えると思うんですけどね、まあもちろん分かりますよ。私も長い間リアルビジネスやってきた立場で、幼い頃からね、いい会社に勤めて、で豊かな老後を目指すために65歳まで頑張るぞみたいにやってましたからね。でも今はその幼い頃から培った考え方全部流れました。古い価値観全部捨てることができました。捨てた上で思いますけども、捨てて大正解だし、新しい世界に飛び込もうと思ったら今まで持っていたものを少なくともね、少しは捨てていかないと新しい世界の扉って開けないんですよ。例えば両手にね、物を持ってる状態で新しい世界っていうのを扉は開けませんので、持ってるものを片手かもしくは両手のものをね、捨てないと、じゃないと扉開けに行きませんからね、それじゃないですかね。あと結果が思わしくなかったら、それはそれで受け取ればいいと思いますよ。結局このまんま行っても、結局進むのは地獄への一丁目じゃないですか。いってらっしゃい。